2日目ということでよろしくお願いいたします。昨日、今日とはやはりこの回を話を伺いながら、ちょこっと動かしながらで動画でも記録していきますが、僕は以前からちょっと考えていることがあって、こういう深く授業を検討する会って、本当に今、他の地区でもまず見ることがないんですね。で非常にもったいないなと思っています。昨日の話を繰り返しはすみませんが、子どもを主語にした授業をするっていう限りにおいては、やっぱり子どもを主語にした授業検討会がどうしても必要だっていうのが、なんだろう、自分の、信念です。よくですね、今こういう会で話をすると、全員の先生がこう端末を持ってるじゃないですか。よく言われるんですよ。梶浦さん言ってることはエビデンスがあるんですかってよく言われるんですよ。私の言ってることにはエビもカニもありません。もう その場でですね、御殿場によく行ってる時もよく言われました。2日3日連続で違う学校へ行くと、指導主事さんから梶浦先生、昨日言ってたことと違うんですけどって言われることがよくありました。やっぱり今日のこの授業か昨日の授業もそうなんですけれど、その場にある心理っていうのがあるんだなっていうのを強く感じています。その場にあるシーンで、昨日の算数には算数の場なりの真理があって、やっぱり真理というより真実があるっていうことなんでしょうね。ただその真実がどこにあるのかっていうと、多分先生の頭の中にあるのではなくて、子供一人一人の頭の中に学びの真実があって、それがこういう授業検討の中で明るみに出ていくということによって、教師自身、授業者自身が分からなかったような事実にも気がついていくということがある。で、他の学校というかこういう研修会で提案授業してくださった先生の表情を見てても、今回の授業提案をしてくれた先生との違いは何かっていうと、他の一般の校内研修とかでは、はあ、終わった、ほっとしたっていう顔で、嫌なものが去っていったっていう顔をしている方が結構いらっしゃるんですね。もうほっとしたっていう、とにかく過ぎ去ってしまってよかったっていう、そういう安堵の顔ですね。で、昨日の鈴木先生の、もう今日の佐藤先生もそうですけど、やっぱりそれは授業、自分の授業と子ども検討される前はドキドキしますよね。どうなるんだろう。ところが、やっぱ終わった後顔が輝いてるわけですよね。で、こういう検討会っていうのをしていくことで、昨日見た授業だけじゃなくて、自分の目の前の子供に対する線の見方が変わっていく。これまでこう思ってたのが、いろんな先生から自分の子供たちの動き、発言、関わり、そういうものを指摘される中で、そういうことでっていうのが見えてくると、これは先生としては一番楽しいし、ワクワクするし、これからの授業作りにもつながっていくんだろうというふうに思います。で、今日 の検討会の最初に、人間はゆっくり考えるっていうファストな思考と、じっくり考えるスローな考えがあるっていうことを申しましたが、一度時間がある方は本屋さんでスロー&ファストっていう本を読んでみていただきたい。これ何を書いてあるかっていうと、ノーベル経済学賞を取った学者さんが書いた本なのですけれど、そこに書かれていることは、じっくり考えるっていうことの大事さっていうのは、スローっていうのはまさに時間をかけて考えるっていうことですね。で、今日の勉強会、検討会で分かってきたことは、大事なことっていうのは時間をかけないと見えてこない。そういう部分が往々にしてあるよっていうこと。中村先生、原先生、倉沢先生みたいな方は、それを短時間で抽出するコンセプチュアルスキル、概念化の能力が高いわけですけれど、そういうものを時間をかけてやっぱり
積み上げていくと、だんだん短い時間でもそういうものを見抜けるようになっていくっていうことですね。でこういう子供を見取ったり、子供の関係を見取ったりっていう力っていうのは、何かマニュアルがあって、こういうふうに子供を見るとこんなふうに見取れますよっていうものは基本的にはありません。学術論文ではたくさん出ています。特に明大系の先生、まあ、的場先生なんかもそうですけど、柴田先生もそうですけど、いろんなそういう子どもの見取り方論を論として書いている方は結構いるんですけれど、実践としてこういうふうにやっているという場所っていうのは、書子と体関係がまあ細かいかっていうぐらいで、なかなかこういう会を開こうという意欲っていうんですかね、必要性を感じてもらっていないというところに危機感を感じています。それはもちろん AI 全般の世の中になるからだっていうことが反面でありますけれど、もう少し若い先生を自分は引きずり込んでというので、東京からも今日は若い先生を一人呼んできましたが、宗実先生は初めてですね、アリ地獄のようになるべくたくさんある人を引きずり込みたいなというのが、自分の隠れた、ね、教材の価値を生かすということがよく言われるわけですけれど、これは特に教科の見方考え方っていうのが大事だよっていう話が出てきてから、コンテンツ主義っていうのはすごく流行ってる。何かっていうと、いやコンテンツが大事だよ、コンテンツが大事だよ。でかっこいいんですよね、コンテンツが大事っていうと、なんか教える内容、あるいは発問の内容、コンテンツがあればいい授業ができるんだっていう形に見えてしまいますけれど、コンテンツだけではこれうまく授業って流れていきません。まさに今日の教材もそうですけれど、道徳の教材なんていうのは特にそうで、非常に理想的な内容で組まれていますよね。コンテンツとしては迷いのない内容になっているんですけれど、もしも子どもを真剣に道徳的に迷わせるだけであれば、それが優れたコンテンツと言えるのかどうかっていうのは、大いに僕は問題があるところだろうと思っています。で学習っていうのから見ると、コンテンツっていうのだけじゃなくて、もう一つがコンピテンスっていうのがあります。子供の能力で、今日の話の中で出てきているのも、やはりこの辺、このそのあたりに話が及ぶのがすごいなと思ったのは、その子の能力だったら、その子の個性だったら、何学年だったら、この学級だったらって話が出てきますよね。でつまりそれは子供の今のありようっていうものを踏まえていくと、この教材の接点だとか、つながりであるとか、適性はどうだろうということをこう見てるということだろうと思います。なんか資質能力時代になって、コンピテンシーだ、コンピテンシーだってこううるさいわけですけれど、そういうなんか子どもから切り離されたコンピテンシーではなくて、授業の中で現れてくるその子の発言の力だとか、考える力だとか、誰かとの関わりを持つ力であるとか、あるいは子ども自身が問い返していく力だとか、その子その子が持っている力っていうものをうまく引き出しながら、今の子ども、この目の前の子どもたちの能力ってどういうふうになってるのかな、僕はこれがね、実はコンピテンシーだと思っています。思考力が高いだとか、なんか B 問題的なですね、応用活用発展問題が解けるとか、それがダメっていうんじゃないですよ。それはそれで重要なんですけれど、それも踏まえながら、やはり子供の持っている地の力っていうのに、地の力ってどんな力かっていうと、これすっごいいろんな要素がありますよね。評価の三観点どころではないと思います。今日の話で見てみても、そのあたりっていうのは子供の感受性にまで、あるいは人間関係の能力にまで、表現の話はいつも出てきますけど、表現だけではないですよね。いわゆる非認知的な能力の話なんて今日たくさん出てきて、いわゆる社会情緒的コンピテンスっていうやつですけれど、まあ、人との折り合いをつけてみたり、我慢強く何かに取り組んでみたり、あるいは他者と協調して物事を取り組むことができる、こういうようなものを非認知能力って言いますけれど、まあ、最近では社会情緒的コンピテンスと国が言ってますけど、そういう、 こうややこしい言葉を使わなくても十分に、今日の授業検討会の中でそういう子どもの姿がまさに多様な視点で捉えられている。できるとかできないとか、話してるとか話していないとか、
かっているとか分かっていないだとか、そういう浅い見方ではない姿で子供を捉えていっているっていうところがすごく浮き上がってきたなと思っています。でもう一つ言えば、やっぱり学校の良さって何かっていうと、この回がそうであるように、人と人との関わりがあるっていうことが一つと、これは大前提です、本当大事ですね。もう一つが、これはこの授業検討会の今日の授業の内容も同じですけれども、関わりの質が求められるということですね。関わりの質ってじゃ何かっていうと、それがまさに今日の授業であれば、どういう子どもたちの表現や現れが交流されたり、あるいは認め合いにつながったり、あるいは価値づけ合いにつながったりすることで学びが深まっていくのだろうかという、まあ、教材の価値というか自分たちの話し合いの価値そのものに迫っていこうとするっていうのが、やっぱり質の高い話し合いになっていくんだろうと思います。まあ、なぜそう思ったかというと、ここで話している話し合いというのは、まさに子どもたちの学びの深さっていうものを抽出時を中心としながら保証するために、どんな話し合いになったらいいのかっていうところで出てきたのが、子どもたちが何について問うているのか、この問いでいいのか、そもそも教材から切り出した問いがこのレベル、あるいはこのベクトルの方向の問いでいいのかって、そういう話がいろいろと出ていました。あるいは問い方もありますよね。問い方によってやっぱり子どもたちの受け方って大きく変わってくる。これはまた問いっていうことで、後でもう少し時間を取って話そうと思います。授業の記録を見ていくと、先ほどライト君みたいなムードメーカーがいるっていう話がこうありましたけれど、やっぱりね、いくつかのパターンを持った子どもが学級の中に大体ある程度の人数、15人くらいにいると必ず揃ってるっていうか、キャラクターとしているのが、一つがやっぱりね、ムードメーカー、割と倉沢先生がお調子者って言ってますけど、おっしゃってましたけれど、こう気楽に周りで見ながらこう反応よく空気を作っていく、ムードメーカーのことって言いますけど、これ大きいですよ。みんなが発言しやすい空気っていうのを作っていきますので、これはこれで大事なんですけど、そればっかりでいくと、なんかたくさんいろんな意見が出てよかったのではってしまうので、ムードメーカーだけでなるんですよね。でもう一つはやっぱペースメーカーになる子がいます。まあ、ペースメーカーになる子っていうのは、授業の中では割と王道を歩んでいく子なんですよね。先生にとると頼りになる子で、授業が途中で全体的にこう薄くなって分かんなくなってくると、丸々さんなんて当てる子は割とペースメーカーにしたい子なんですよね。でもう一つあるのが、縁の下の力持ちって僕はいつもいるんだろうなと思っています。これはベースメーカーって僕は勝手に言うんです。ベース土台になる子ですね。でなんか発言は多くないんだけれど、友達から信頼をされているであるとか、信用されているっていうことであるとか、全部がこの3つに分かれるわけではないですが、こういうキャラクターを持った子っていうのはやっぱり少なくとも学級の中には何人かいるだろうと思うんですね。でそうして考えたときに、抽出時と、抽出時自身がムードメーカーだったり、ベースメーカーであったり、ペースメーカーであったりすることもあるわけですけど、どういうふうに教材の内容媒介として先生や仲間と関わっていくと、まさに今日の話でもっと本音、自分らしい本音が言えるような表現の場ができるのかっていうこと。でこの学級は結構みんなが言いたいことが言えるような環境になっているというのは、これ皆さん授業記録を見て感じていらっしゃることだと思うんですが、でその原因も多分気がついている先生が多いだろうと思います。それはどういうことかっていうと、例えば昨日の算数の授業記録と比べて読むと、教科が違うので安易に比べられませんが、あえて比べると、昨日の授業を受けるってどっちかというと教示的な関わりをするわけです。まあ、算数の内容というのは教える内容、分かったか分からなかったか、できたかできないか、どこが分からなかったか、分かったことを認めていくような、そういうある意味評価なんですよね。問
到達の評価的なもので子どもたちに関わっていく。これはこれで評価のタイプですが、それは必要な場合もあります。でこの道徳、特に道徳なんていうのは多様な意見が出てほしい授業なので、子どもたちに日頃から日頃の授業から発言表現っていうものを良しとするような学級文化、対話の文化を作っておくっていうことがとても大事だろうと思います。じゃあそこで何をしたらいいのか、放っといてもやっぱり子どもたちって自分の気に入ったことしか話さなかったり、自分の都合のいい時に都合のいい相手にしか話さなかったり、どこかやっぱり偏りが出てきてしまうんですね。その形、歪んだ形が授業の中で再生産されるっていう姿を往々にして見ることがあります。でそうならないためにどうしたらいいかということですけれど、子どもたちに対してさっき言った評価とか指示、なんかこうだねこうだね、指示的な関わりではなくて指示的、受容的な関わりをするっていうことだろうと思います。指示的な関わりっていうのはやっぱりその子一人一人の表現を支えていくっていうことです。支えるためにはどうしたらいいかというと、一番は大事な点というのは聞くことだろうと思うんですね。ただいいよとかダメだよだとかすごいねっていう、そういう評価ではなくて、なるほど、子供と一緒に共感をしてあげる場っていうのがとっても大事だろうと思います。でなぜかっていうことで言うと、子供のこういう解放、情緒を解放していくっていうのは自分一人ではできなくて、先生だとか仲間との関係で表現をし合いながら自分の情緒を解放していくんですけど、なかなかね、特に学校の先生の場合っていう、保護者もそうですけれど、子どもの情緒を無視するところから入るこの非常に、どういうことかっていうと、例えば痛いって言うと、いや痛くないよこれ子どもにとっては痛かったっていうことに共感してもらえないわけ。で実はこれ幼児教育から、低学年ぐらいのレベルまで、これはエビデンスなんていろんな研究がされていますけれど、受容的共感をしてくれない子どもっていうのは、昨日の話になった自己肯定感が非常に生まれにくい、あるいは自信を持っても自分より強いものだとか都合の悪いものと出会うとポキンとこう折れてしまうっていう。逆に言えば自己受容っていうのは先生や大人だとか周りの友達との関係にできていくということで、これもちょっと昨日申し上げましたが、AI ドリル君ってできないことなんですよね。 AI ドリル君は、できたところしか評価してくれません。で子どもとの表現を共感的に指示をして、そして支えていく。ただその支え方が友達との考え方の共通点があるということで支えるのか、あるいは教材の他の子が持っていない面白い点に気がついたということ でそこに共感をしていくのか、どこに共感をしていくのかというのは、これはまさに重要な指導技術になってくるんだろうというふうに思います。で教材の価値を生かすってさっき言いましたけど、教材の価値を生かすっていう言葉がちょっとだからこのところいろんなところで、教材の見方考え方が大事だということで引っかかってるって言いましたけれど、今日の話でもう一歩見えてきたのが、あ、これは教材の価値を生かすのは授業じゃないんだな、もう一歩先があるぞって感じました。何が見えてきたかっていうと、子どもが教材の価値を生かすっていう、これ指導書にも書いてないと思うんですね。子どもが教材の価値を生かす、どちらかっていうとこうインカルケーション的に教材の持ってる道徳的な価値を子どもに教えるっていうふうになりがちなんですけれど、子どもが教材の価値を生かすっていうことになっていかないと、なかなか教材の内容が自分ごとになっていかないんだろうな。でそれのつまりは本音で語れてるか本音で語れてないかっていうところに現れてくるんだろうなというふうに思います。でここに大きくかかってくるのは、一つは僕は道徳の場合は教材感だと思う。教材感で、さっき道徳的実践力っていう話がありました。確かに流行った時代がありました。何かある道徳的実践力、道徳的実践力で頭にそれが刷り込まれているものですから、道徳的実践力ができないか悪い子みたいな授業になってしまう。そういう授業はたくさん見たことがあります。
自分が見た例では万引きした女の子、返し本を返しに謝りに行けるか行けないかっていう授業でした。全道研の研究会でした。と結構、まあ、感情的にも荒れてる小学校だっていうのもあったんですけど、返したいっていう子がいないと少なくって、あの言いに行けないっていうのが結構出ちゃったんですね。私と僕は万引きしたら謝りに行けない。で、授業の最後で指導公表の時に事業者が言ったのは、今日の失敗授業でした、うん、あの謝りに行けないね、子供がたくさん出してしまって出てしまって、私の授業があの失敗してしまったのでってことを言ってたんですが、あの部外者なので言ってしまいました。あのこれはもう半分以上成功してます。で、なぜかっていうと、その理由なんですね。子供たちが言ってた理由、悪いと思ってるけれど恥ずかしいからいけない、悪いと思ってるけど今は弁償するお金がないからいけないっていう、何か悪いって分かってるわけです。さっきの真鍋先生の判断と行動、分かっちゃいるけどやめられないじゃないですけど、分かってはいるんだけどやっぱりできない。で、そこにやっぱり教材の中での万引きをしてしまったことは良くないことだよっていうことが抑えられてるっていうことは十分にあったんだろうと思います。で、そこで迷った結果いけなくなっちゃっても、そのままでいいとは言えませんけど、それを失敗授業って見てしまう授業教材感だとか子ども感もどうなのかなというふうに思ったことをちょっと思いました。子どもの中で我々大人もそうですけれど、やっぱり大人だけじゃないですよ。例えば今急に思い出したのは、今回のこの教材の内容と似てるのが日大の薬物部でしたっけ、あの麻薬事件、アメフトの仲間同士で知ってるのに注意できないわけですよね、うん、これ リアルですよね、かなりで。逆に言うと誘っちゃうわけじゃないですか、同じようにやってみないっていうふうに。その時に言えるのか言えないのか、それとも自分は自分も同じようにね、薬物を吸ってしまうのかという大きい問題ですよね。ただそういう時に大事になってくるのが、自分一人の判断もそうなんですけれど、この教材の中にあるように仲間との関係の中でどういうふうに判断をしていくかっていうことを考えさせておくっていうことが、僕はこういう道徳の教材のすごく大事なところだろうと思います。でないと、まさに国語のように被害者になった子どもがどうだと思うっていう、そういう心情の理解だけに終わっちゃうことが多く、そういう友達との関わりの中で同じテーマについていろんな考えを交換しながら考え合う、そのためにはやっぱり子どもたちが自分の考えを出すということで、さっき申し上げた先生の受容的な子どもへの言葉受けですね、言葉受け、言葉がけ、言葉分けって自分は言うことがありますけど、やっぱり最初は言葉を受けなんだけど、どう受けるか。畑先生の若い頃の授業なんか、本当にそれがね、僕は印象に残ってる、うまくて、子供のちょっとした表現をさっとこう受け取って、そのまま返すこともあれば、違う子にあのリレーで渡すこともあれば、ちょっと違う立ち付けにして、別の子に渡していくこともあれば、そこでまた、拾い上げた子供に、対する違う子どもの考えが生まれてくるっていう授業を何回か拝見したことがありますけど、やっぱり受け取り方なんですね。いい表現だねとか悪い表現だねとか、そこまで分かってるんじゃないんですよね。こう指示的な受け取り方をしていくことで子どもが苦しみを出しやすくなる、これは非常に大きいと思います。で、道徳の場合、なんでもう一つは学級というものが大事かっていうと、道徳って何のために必要かっていうことですね。これ道徳の教材の中にもよくありますよね。あのルールは誰のために必要かなというのはよく教材でありますけど、道徳って誰のために必要なのか。もちろん子ども個々の生きる価値、さっき言った望ましい自分というものの核を作っていく上でも大事ですけれど、やっぱり生きていく中で仲間との関わり、周囲の社会との関わり、その中でその子自身も損をしない、もう少し社会的な存在だっていうふうに人間を捉えてみると、むしろ社会にある程度貢献するような
まあ、自分が自治会長をやってるから言うわけではないですけれど、地域に貢献するような、あるいは社会に貢献するような、そういうやっぱり気持ち、願いっていうのを育てておくっていうのはとても大事だろうと思います。じゃあその根っこってどこでできるんだろうか。親に褒められた時に、道徳の授業でそういう道徳的な価値の高い価値と出会った時に、それとも仲間と何か関わりを持った時に、どれも僕はあると思うんです。どれもあると思うんですけれど、子供が自分らしく自分の良さを伸ばしながら、もう一つは昨日からちょっと話題になってですね、子供が自己受容していくためっていうのは、僕は4つのあり方があるだろう、4つのタイミングがあるだろうと思っています。一つは自分が人から認められたとき、これはやっぱりね、嬉しいですね。自分の考えだとか意見だとか、あるいは行動もそうです。やったことに対して他人から認められる、褒められるだけじゃなくてもいいです。認められる、まず受け入れられる、他人から認められる。から2つ目があります。2つ目が自分で自分を認めたと。で、昔の道徳の教科書の中に水泳がありましたけどね、自分で自分を褒めてあげたいっていう、自分を認めたと、自認したときですね。3つ目が、これはね、今日の学級でもぜひ増やしてほしいなっていうところで、そういうチャンスがたくさんあったかなっていうふうに思うんですけれど、他人を認めたときです。他人を認めた、ゆうまさんの考えってすごいっていうふうな現れを学級で出すにはどういうことかな。ゆうまさんってそんな考えに行くの、そういう表現できたの、そこまでいければすごいのっていう、例えばですけど、つまりゆうまを認めることで認めた側も伸びちゃうわけです。認められた側も伸びちゃう。で、こういう他人を認めた時っていうのは、一つはもう一つの子供が伸びるんですね。それからさらに大きいスケールで言うと、4番目が他人を認めた他人を認めたときっていうのがこれはあります。A さんを認めた B さん、C さんが認めた D さん、わからないですけれど、誰かの良さを認める姿ってやっぱり美しいんですよね。で、最近自分がちょっと他の学校の授業を見ていて気がつい、心にポッと浮かんできた言葉で、いい授業作り、いや違うな、考える授業作り、まあ、それもあるな。もう一つこう出てきたのは、子どもたちの顔を見て出てきたんですけれど、美しい授業作りですね。美しい授業作りって何かっていうと、子ども一人一人が輝いているだけじゃなくて、子供一人一人が、先生を含めてですけど、関わり合うことで、先生らしさも子供らしさも互いに高まっていく授業っていう、美しい授業、美のある授業って言ってもいいかもしれません。非常に概念的で漠然とした見方ですけれど、美のある授業っていうのは、個性的、子どもの個性の表れっていうのがより明確にこう絡み合っていくときっていうのに場合に感じることが多いです。っていうのは、なんか江戸に出るなっていう気がしました。絵ですね。あの、物事の締めが悪いとは言いませんけれど、やはりいろんな色彩を使って、いろんなトーンを使って、そして描かれてる絵っていうのは豊かさを感じますよね。いろんな授業を見ていくと、どの教科、道徳に限らないんですけれど、子ども一人一人が輝くって言い方をしますけれど、一人一人が輝くってことは、僕は互いに輝くことだ、互いに光を分け合う、伝え合うってことです。その中で教材の中に潜んでる考え方と子どもの考え方っていうのは、お互い共有されて価値を高めていくっていうのは、
そういうとこか場面っていうのがすごく大事なんじゃないかな。でそこがさっき言った他人から認められた時、自分を認めた時、他人を認めた時、他人を認めた他人を認めた時っていう、それ学級の中の良さっていうのに響いていくと思うんですよね。これもなかなかアダプティブな AI ドリル先生だとか塾なんかが起きてこない学び、豊かな学びっていうのは何かっていうのを言うと、教材の内容もあるんですけれど、子ども自身が教材の中から自分の考えっていうものを自分の中で仕立てて表現し合っていく、そのことによって互いにこう自分らしくなっていく。でこれが僕は最近文部省がここ2、3年あちこちで宣伝していて教育のビッグワードになっていること共同の一体化っていうことだろうと思います。逆に言うとこと共同ってもともとが一体化ではないと僕はおかしいというふうに思います。昔中央教育研究所にいた30年早すぎた男っていう研究者で矢口新っていう人がいましたけど、その人が学習っていうのはそもそも社会的なものなんだよって、個人的なものだと捉えた時点で大事なものが随分削ぎ落とされてしまって、学習や子どもの成長が学校的な教材の中だけに閉じ込められてしまっているってことを言ってるんですけど、僕はこれはこれからの教育を考えていく上でとっても大きいビッグワードだと思っています。何がビッグワードかっていうと、点数や成績を伸ばすんじゃなくてその子を育てるっていうことですね。日本の教育って他の国の教育と違ってどこが特徴かって言われると、今回の道徳教育もそうです、含めてですけど、全人教育っていうのを大事にするっていうのは、これは日本の教育の大きい特徴だっていうことに言われています。で、目標準拠の授業になってしまうと、目標に達成させる、を達成するっていうことが授業の目標になってしまって、その子の育ちっていうのはどんどんこう隅を追いやられてしまう。これ何かっていうと、教育目標は達成したんだけれど、学習目標は達成したんだけれど、教育目的は達成してないっていうことなんですよ。つまり全人的な子供を支えるっていうことになっていかないっていうことですね。これはごく一部ですけれど、結構今問題視している人もいます。つまり目標を細分化して、道徳もそうですけれど、機械的に資質能力を分けて、観点別に分けて、内容とコンテンツを系統的に並べていって、それを積み上げていくと子供っていう完成品ができるのかどうかっていう話ですね。僕は AI 時代でそういう構造的な学習に機械に任せやすい時代になったからこそ、そっちではなくてそっちはそっちでやっても構わないんですが、人間教育の視点として子供の子の目的、子供を育てることを目的とした授業、そういうものをやっていくのが大事なのかなというふうに思っています。それから昨日、今日、これも共通で先ほどこの話し合いを聞きながら考えたことなんですが、対話のある授業だとか共同のある授業って何が大事かっていうと、対話の質であり共同の質だろうと思うんですよ。量じゃない、元気にいろんなことが言っている、それはそれでいいんですけれど、そこで出てきている意見なり考え方っていうものの質の高まりがなければ、これは子どもの自信にもつながりませんし、どうでもいいような内容とは言いませんけれど、さして価値がないようなものに対してうんと言われてもそんなに嬉しくないですよね。考え抜いて迷ったあげくにと言って行き着いたところに自分なりの答えがあるので、子どもは嬉しいわけで、鳩の前に豆をあげてポコ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 前に進んでいくような、そういう学習では僕はなかなか子どもたちの達成感を支えるような授業もできないんだろうと思います。でそこで大事になってくるのは、みんなで問い合うだけの価値のある深い問題を出すっていう。今日なんか深いですよね。みんなで分かんない言いながら、見える先生方と自分が見えているものを対象にしながら何をどう考えていったんだ。まさに去年の梅澤先生の
なんて深すぎる沼なんでしょうっていうのと本当に同じですね、はい、それなりにやっぱり深い問題と出会うっていうのはとても大事である。まあ深すぎてしまうとちょっと子供の場合は対応できないということもありますが、僕は梶浦個人でいるとなんか少し子供の力を低く見くびってるかなということを感じることがよくあります。でうまく協働できるような子供たちが関わり合いで解決していけるような学級の文化なり学校の文化なりを作っていくと、僕は少し難しい問題を与えても子供たちで自分たちの力で解いているというか向かい合っていく力っていうのを持ってるだろうと思います。そこを勘案してあまりこう優しい問題、子どもの発達に応じたっていうか発達に応じすぎてしまうと、うん、力のある伸びっていうのは僕は期待できないと思ってしまうので、そこで大事になってくる第一の要素はやっぱり関わり合いですよね。子どもと子どもの関係、ここがないところに共同も生まれないですし、それを媒介するのが今言った教育だったり教材だったり、で関わり合いの次に大事になってくるのが理解し合うっていうのが分かり合いっていうことで、分かり合いっていうのも一つは大事なんですが、もう一歩踏み込んでいくと見つけ合いっていうのがあります。誰々じゃねえけどこういうところ見つけた、教材の中の考えのこれを見つけた、主人公の中のこれを見つけた、いろんなこう見つけ合いが出てくる。関わり合い、分かり合い、見つけ合いっていうのは僕はすごく大事になってくる。で、この3つを総括してさらにこれからの時代大事になってくるだろうと思っているのが問い合う力。問い合う力で、今回書いた本の中に問題創出的な学びっていうことをちょっと書いたんですけれど、特にこれからの教育で僕は大事になってくるだろうと思うのは、教師が問いを与えてそれに対して子どもが答える、それはそれで必要な部分はあるんですけれど、子ども自身が問題を立てて、そして子ども自身が問題を解決していくっていう授業っていうのを設けた方がいいんじゃないのかなというふうに考えていることがあります。例えばっていうことで言うと、これはある道徳の授業ですけれど、小学校2年生だったかな、みんなで決まりを守ろうみたいな、そういう狙いの教材でしたけれども、まあ校庭に遊びに行って、で遊びに行ったらボールだとかいろんな遊具をそれ置きっぱなしにして帰っちゃう、でこれでいいのか悪いのかっていう話ですけど、それはもう悪いっていうのは分かりきってるんですよね、置いて帰っちゃうの。これ面白かったのはその後なんですけど、そうテーマはね、授業のテーマ道具の使い方っていうことだったね、道具の使い方。たら授業の後半になって、先生これは授業の表題が違うと思いますって言うんですよ。道具の使い方って、これは道具のことだけではなくてみんなで決まりをきちんと守ろうってことが大事で、私は決まりを、ルールや決まりをきちんと守ろうってことをこの授業の本当の大事なことだと思いますってこうなったんです、ね、そう、こういうちょっとメモしてきたんですけど、先生、今日の問題は問題が間違ってると思います、道具の使い方ではなくて言うもの後片付けをきちんとしようではないですかって言うんです。鋭いですよね。でね、これね、先生が言ってくれてよかった。いや、それはさ、俺でも気がつかなかったよ、まるまるちゃん言う通り。そうするとそれに周りの子が反応してきて、これはね、私たちの学級だけじゃなくて学校全体の問題だって言うんですよ、小学校2年生です。全部の他の子供たちの問題もあるので、なんかやり方とか対策を考えた方がいいと思いますと。そう、どんな対策がある。残念ながらそこでね、時間切れになっちゃったんですけれど、その後、先生せっかくこれ拾った言葉だから、ね、問題が間違ってる、遊具の片付けをきちんとしようではないですか、これをやろう、しっかりやろうって言ってるんだから、これをなんかテーマで学習、次の道徳だけじゃなくて組んでみたらって言ったら、子どもたちが次の時間にいろんなことを言い出した。
そもそもそういうルールが誰が決めたのかとか、それから誰が決めたのかとか、そういうことを言い出して、でも話し合いをしていく中で、やっぱり自分たちの安全のためだとか、あるいは放りっぱなしにしていくと滅ぶ子がいて別の子のためにもならないとかって話になっているわけですよ。で、出てきたのが、じゃあ、図工で遊具をきちんと片付けようのポスターを作ろうってわけです。と、ここでポスター作りが始まっていくっていうことになっていきました。で、これ何が面白いかというと、この事業展開がおかしい、面白いっていうこともあるんですけれど、一つは、子供が問いを作ったということですね。子供が問いを作った。子供自身が問いを作ったっていう。で、自分自身の作った問いって、やっぱり切実になっていきますよね。どうしても。先生からやろうというお誘いの場面もあるんでしょうけれど、今度子供自身が自分で問いを作っていくっていう授業が、なかなかこれまで注目されてこなかった。で、実際に、作文、学習っていうことでインターネットで検索をかけるんです。かけると、ほぼ子供が自分で問題を作るっていう書籍だとか、論文はほとんどありません。ほとんど。作文、問題でやると、大体先生の問題の作り方の本が出てきます。小学校4年生のなんか問題の作り方、算数問題の作り方。でこれからは子供自身が問いを立てていく。問いを持つ力っていうのを僕は持っておくことが非常に大事になってくるだろう。持っています。なぜ先生の方の中でチャット GPT って使ったことある方いますか？あ、伊藤先生使ってみてどんな感想がありますか？使えないなって言う。まあでもいいやってもあれ期待のことしか言わなかったり、うん、なんだっけな、一回ちょっと遊びで巨人のベストナインはって言ったら、巨人じゃない人が入ってきたり、まだまだだなみたいな、人間の方が優秀だなってよく思います。うん、実はチャット GPT、ゆず先生はどうですか？いや、4年生の学級開きにあたって、なんかこう素敵なコメントのヒントをもらおうかと思って、4年生の学級開きの担任の先生の言葉を考えてくださいって入れたんですけど、まあありきたりな。ことしかなくて、ここになんか自分がせっかく持つなんか熱意とかそういうの全くないなと思って、やっぱりこれは人間が作るべきだなって思いました。これはね、チャット GPT のことについてはまた個別に話すと長くなってしまうんで、実は教育的な利用の仕方があって、僕は活用の仕方で、すごく学習の役には立つと思います。思いますが、バカになる使い方と賢くなる使い方があるので、頭に楽をする使い方をするとどんどんアホになります。っていうのが昨日のちょっと売れちゃいましたけど ICT の繰り返し指導の中に書いた話がそれですけれど、これから調べてわかることって、このチャット GPT だけじゃなくてワードもそうですけど、この 2,3 ヶ月だけでもめちゃめちゃ精度が上がってますよ。精度が上がってる。で、問い方によっては忖度するようなね、子供するような、ハッチンスの学習する社会論ってここが違うんじゃないですかって言うと、前だといや私の方が正しいみたいなのが出てきたの。でも時代背景が違うと障害学習の関係も違うし、学習社会っていう概念がハッチンスはギリシャ時代を念頭に置いてるけど現代と環境が違うとかってやってきた。それとも前だ、いやそれはもう過去のことで関係がないって言ったら、今チャット GPT はあなたの考えもあるかもしれない忖度するんですすごいね、二枚舌を使うのが怖いそれは置いといてるんですよ。チャット GPT でほぼほぼ学校の学習問題ぐらいは解けますよね。答えは得られる時代になってきた。大事なのは何かというと問い方なんですね。チャット GPT を使い込んでいって分かることは、問い方を変えると答えが全く変わるということですね。これは後でいろんな例がネットで出ていますので、例えばそうかな、不活プロンプトなんていうので調べると分かります。不活さんっていう、こういう AI を使うの得意な方ですけれど、一般の生活の中でもこういうチャット GPT に問いかけ方をするとこういう答えが返ってくる。つまり問いかけ方によって返ってくる答えが違うので、問いかけ方を非常に工夫していかなきゃいけない。
になっています。そうすると何が必要になるかというと、AI は単純な、ね、鎌倉幕府が何年だとか、ペリー開国いつだとか、そういうのはパッと調べればすぐ出てくる時代になってしまっている。それを覚える必要がないとは言いませんけど、まあ、調べればすぐ分かるようになっている。で、いろんなことが過去のデータであれば、調べれば分かる時代になっているからこそ大事なのは、一つは人から考えを引き出す力、AI からではなくて、仲間であったり、周囲の人であったり、あるいは専門家であったり、周囲から、あるいは環境から、情報を引き出す力。だから二つ目が今言った AI 時代になるので、AI を使って、より自分の目的に合った情報を引き出す問いをどう作るか。これは絶対に問題になってきます。これもやはり人工知能といっても一応は浅はかなやつとはいえ知能なので、やっぱり問いには答える能力を持っています。AI の方ですね。その AI の問う力を予測しながら問いを作っていくっていう能力が非常に求められるようになっている。もちろんそれは仕事上の問いもあれば生活上の問いもあって、生活上の問いだとか人間関係の問いなんていうのは、チャット君はそう簡単に答えてくれないんですけれど、まさにだからこそ今日の話のネタになっている道徳だとかこういう価値のある内容について人と話し合うということが大事になっているわけですね。で、2000年頃でしたかね、昨日書いたのにちょっと書いたんですが、僕映画ってほとんど見ないんです。映画館にも行ったことないし、映画っていうのを見たことがないんですけど、たまたま10年ぐらい前に夜ピッてチャンネルひねったらロボットの子の顔が出てて、もう映画の最終場面だったんです。ロボットが人工 AI のロボットです、ね、問いが間違っています、正しい問いをしてください、何か聞くと問いが間違っています、正しい問いをしてください、さっきの道徳の2年生の女の子じゃないですけど問いが間違っているっていう。で、僕はこれ教育的に見れば見るとすごく大事な問いをまさに発してるんだろうなと思います。 AI に対する問いがどうだとか、周りに対する問いがどうかということもあるんですが、子供に対して間違った問いを出してないかっていうのはとっても気になるところです。特にその辺が先ほどの道徳の教材感についてもそうですけれど、問題そのものをどう問題にするかっていう、メタ問題化ですよね。だから倉沢先生が先生だったらじゃあどういう問題を切り取るっていう、その辺のまさにメタ問題化の力っていうのがこれまで以上に求められてくるだろうと思います。で、なんでかっていうと、そういう自分の道徳観なり教材観なり子ども観っていうのを踏まえることで徳目化っていうのが避けられると思うんです。徳目化っていうのは、徳目化されている内容項目に関わる価値を子供に押し込んだり、さっき言った道徳的実践みたいに実践させたりっていう方向に向かってしまうわけですけれど、今日の授業のように子供の実際のクラスで起きたトラブルと、それからゆうまくんの置かれている状況と、それから教材の中での登場人物の関わりだとか、こういうものが結びついてくると、問い方っていうのはいろんな問い方が出てくるでしょうし、佐藤先生の学級で良かった問い方が袴田先生の学級でもいいところに限らなくなってくるわけですよね。学級にいる子どもによってその問い方っていうのは共通点はあるけれども、発問の仕方だとか発問の構成とかの僕は変わってくるんだろうな。これが多分教師の発問の処方箋にこれからなっていくのは、チャット GPT だとかあるいは AI ドリルのように効率性を求めていかないところに、僕は道徳の授業の実は良さがあるんじゃないかなと思っています。反効率と言ってもいいかもしれません。効率性ってアルゴリズムにのっとって手順よく計算していくと望ましい結果が得られるっていうのではなくて、うまく手順化できないし、下手したら2つ3つの手順を同時に踏まなきゃいけないし、でも同時に踏まなきゃいけないんだけど同時に踏むことができないときにどっちを選ぶかって、さっき選択肢が多い方がいいなんて指摘もありましたけど、まさにその多い選択肢っていうのは自分じゃできないんですよね。いろんな仲間がいるから多い選択肢ができていくわけ で、このたくさんの選択肢っていうのを仲間と共有しながら質の高い考え
が生まれる、それをどう設定していくかというのが非常に大事だと思います。もう一つは自己需要ということも含めてですけど、多様な選択肢を持つということの良さもぜひ子どもに伝えてほしいと思います。なぜかというと、残念ながら、この自治会の会長というのをやっているとですね、子どもの自殺の話だとかが結構耳に入ってくるわけです。子どもの自殺と大体ね、選択肢がないんですよ。相談する人がいない、これしか選べない、死しか選べない、ね、これはね、なんだろう、もう泣けちゃいますよね、そういう話を聞いちゃうとね。だから仲間と相談してもいいので、いろんな選択肢があるんだよ、でその選択肢を支えてくれる仲間や先生がいるんだよっていうのを、そういうことをね、原体験として子どもに伝えていってほしいなというふうに思っています。相変わらずなんか話し合いの流れの中でバババッと話してしまいましたが、今回も非常にね、深いだけじゃなくて価値のある話し合いが生まれる研究会になったというふうに思います。最後に私の野望として、そんなに遠くないうちにこの会の本をちょっと作りたいなというふうに思っていますので、また協力をいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、先ほども提案者が佐藤先生からは一言いただきましたので、お礼の挨拶ということで中村先生、はい、行きます。やはり子供をつかむというのは非常に難しくてわからない。宗谷先生が深い深い沼っておっしゃったようですけど、自分も何回やっても沼に覚えてるなっていうふうに思いますけど、でもやっぱ子ども一人一人にはそれぞれの思いもあって事情もあって、それを掴んで、子どもに応じていかなきゃならないなということをつくづく感じました。この前テレビがついてたのでちょっと見てたらば、サンドのサンドウィッチマンの病院ラジオ、時間がないのでちょっとしか見なかったんですけど、その時9歳の車椅子に座って入院してる男の子がいて、その子の言葉が紹介されたんですけど、人生を楽しむためにあるって、その子が言ってたんですけど、病気をしてお母さんと一緒に病院にいて、だから非常に不自由にならない生活をしている彼が人生を楽しむためにで、好きなのがダジャレが好きなんだということのようですけど、その子の、気持ちの中には大変だけど人生明るくどうせだったら生きようっていう思いがあると思うんですけど、そこに至るまでにはどんだけの辛さだか苦労を背負ってるのかなっていうふうに思うと、その子は9歳でいろんなことがあったかもしれないけど、いやその子じゃ特別じゃなくて、どの子にも背負ってる人生があって、それは教師ではなかなか想像できないようなことを背負ってる子が多いんじゃないのかなって思うと、やはりその子のことを考え想像するって思いを寄せるっていうことがとても大事じゃないかなっていうようなことを感じました。この会もそういうことをやっているので、やっぱこれ大事なことで、これからもぜひ続けていきたいなと思います。その考える材料を提供してくださった佐藤先生、本当にありがとうございました。で意見をいろいろ思いを、子ども佐藤先生のクラスの子も自分事として考え発言してくれること子どもたちが非常に多くて、いやいいクラスに育ってるなと思ったんですけど、やっぱこの回の参加者の先生方もやっぱ自分と考えながら、どうしても根っこで考えながら比べながら出してると、自分事として捉えていってくださってると思いますので、
そういう参加者の方、梶浦先生のおかげで充実した内容になったかなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。会場はこのまま実施は何ですか？